はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の2編の力試しの解説やっていきます。なので、そのページをね、開いてぜひチェックしてみてください。では早速まず1番の連立方程式4問からいきましょう。で、連立方程式、特訓のページもあるので、ここでは計算公式直して一応解いてはいくんですけど、少し口説明が増えます。ちょっとね、よく聞いていてください。ではまずこの問題やっていくんですが、連立方程式、加減法と代入法の2つがありますよね。で、もちろん好きな方で解いてください。ただ自分は加減法の方が好きなので全部加減法で解いてしまうんですが、そこだけお許しください。で、まず1番だね。で、加減法は左辺に x と y、文字がくっついたもの、右辺にね、数字をね、集めたいので、まずこれ、y を左辺に持ってきます。で、こっちに一回持ってきたのを書きましょう。そうするとこうなりますね、上は。で、下はまず4を配って 4x-8。こっち3配って 3y-18。3y こっち持ってきます。ここの-8を右に持ってきます。で、まとめると、4x-3y。 こっちマイナス8、持ってくるとプラス8に変わるのでマイナス10となります。で、これは消してしまいます。ちょっとね、今回幅がね、あまりなくって、ちょっと節約しながらいきますけど。で、どっち揃えても構わないんですが、どうしようかな。 y をじゃあ揃えてみましょうか。じゃあ y を揃えるために上に3倍します。ここ3揃えたいからね。ってことで、上が 3x、-3y-9。 揃えるときは必ず左辺と右辺全部にかける、3をね、今回であれば。で、下が 4x-3y=-10 と。で、これは -3 と -3 なんで引き算します。で、引き算すると足すに変えて全部下のこうやってね、符号を変えればいいので、下が -xy は消えますね。ここは消えて、ここが1と。つまり、x=-1 となります。いや、x=-1。で、この x=-1 を、自分はもともと一番最初に書いてあった式に戻します。で、これは一番上の方が、式の方が簡単なので、x=y-3 かな？そうだね。そこの x=-1を戻すと、こうなると。で、y こっちに持ってきて、-y。-1持ってくると、-2。だから、よいしょ。y=2 と、こうなります。なので、答えは、x=-1。そして、y=2。答えの書き方に関してはね、先生によっては、括弧を使ったりする人もいると思うんですが、一応今回この書き方でいきます。いいかな？ひとまずはね、自分が解きやすい形に直していけば解けますので、連立に関してはね。で、次がちょっとインパクトがある形ですよね。これ連立方程式なんですけど、イコールが2つあるっていう。で、たまにね、ポロッとテストで出てくるので、これもね、覚えておきましょう。で、これは、問題集の解説にも載ってるんですが、ここを A、ここを B、ここを C って考えたときに、A イコール B とか、A イコール C とか、B イコール C、3パターンあるんですけど、そのどれか2つを好きに使っていいんです。そこで連立方程式作ります。で、どれ使っても答え必ず一致するんですけど、A イコール B、ちょっと文字が多くてめんどくさいので、今回 A イコール C と B イコール C を使って連立を作っていきます。なので、3x、ここね、-y=7。これ A イコール C のパターンです。で、次が B イコール C。ここをつなげたいんで、-2x。+3y=7 と。この連立を解くのと同じ話になります。いいかな？で、こっち消しちゃうね。よいしょ。で、あれも、y を揃えようかな。これ問題集の解説と揃えてるの違うかもしんないけど気にしないでね。答えは一致しますんで。じゃあ y を揃えるためにまた上に3倍しましょう。そうすると、9x-3y=21 だね。で、下はそのまんまなんで、-2x+3y=7 と。で、ここが -3 と+3なんで、今回は足し算ですね。そうすると 7x=28。 両辺7で割ると x は4になります。
で、この4を戻すんですけど、ここに戻すよりもこっち、元々の式に戻しましょう。で、どっちが楽かな下のが楽そうな気がする。下行こうか。まあ、どっちでもいいんだよ。じゃあ下の x のとこに4代入します。で、4入れると、マイナス 2×4 なんで、マイナス8。プラス 3y イコール7。で、これ持ってくると、プラス8なんで15。つまり、3で割ると、y は5というのが分かったので、答え。x イコール4。y イコール5と。これで終了となります。ちょっと今回きつきつだね。ごめんね。ごちゃごちゃすると思うけど。で、次は小数ですね。で、小数に関しては、これは 0. ほにゃららしかないので、10をかけます。で、10をかけるっていうのは、小数点1個ずらすっていう話なので、ちょっと下行こうか。2x プラス 3y になるね。小数点1個ずらすと。で、小数点の時に結構10をかけるとか、100をかけるってのは結構覚えてもらえるんです。けれど、すごくミスが多いのが、ここに10をかけ忘れます、結構。1って言っちゃうの。でなくって、全部にかけなきゃいけないから、ここ10ね。右側。これ気をつけてください。で、こっちは 3y を左。で、マイナス4を右に持ってくればいいので、x-3y イコール14か。で、今回あれだね。3が、y がもう揃ってるので、このままいっちゃいましょう。プラス。で、3xy 消えます。24。だから、x は3で割って8だね。で、8を、まあ、下の式に入れたらいいか。入れると、ちょっと幅がないんでごめんね。8入れると暗算して、マイナス6か。で、マイナス6イコール 3y。で、これ、丸々、右辺と左辺入れ替えることができるので、3y イコールマイナス6。だから3で割って、y はマイナス2となります。つまり答えは、x イコール8、y イコールマイナス2と。これで OK です。さあ、最後分数ですね。で、分数もそのまま攻めてしまうとめんどくさいので、まず分数消しに行きます。で、今回分母が3と4なので、12をかけると消えるんだよね。最小公倍数が12なんで、3と4のね。で、12をかけると、ここが、4x。ここね。約分すると。で、こっち約分すると、12かけたと。3y です。で、忘れずにここにも12をかけて、36になります。で、下の式は、2を配って 2x プラス2。で、5y こっちに持ってくる。そこのプラス2を右に持ってくると、2x マイナス、5y イコールマイナス8か。で、こうなります。ずっと y 揃え、あ、ここは x 揃えたから楽だね。ちょうどいいか。よいしょ。じゃあ、x 揃えたいので、下の式に2をかけましょう。そうすると、4x プラス 3y、36。で、2をかけるんで、4x マイナス 10y イコールマイナス16と。で、これはね、4と4揃っちゃってるので、引き算をします。で、引き算をするって決めたら、プラスに変えて、全部符号変えちゃえばいいです、こうやって。そうするとやりやすいですね。で、x は消えます。で、y が 13y。で、これが42か。で、これね、一瞬割り切れないように見えるんですけど、13で割れるから、ちゃんと。で、13で割ると、あ、間違ったね。ごめんごめん。これは割れるよ。52だ。失礼しました。で、13で割ると y が4になります。で、ちょっとね、入りきらなくなっちゃったんですけど、これはもともと、まあ、もともとの式に戻すとちょっときついか。で、きつい時は、こうやって、整理した後の式に戻してください。で、どっち行こうかな。じゃあ、下行こうか。で、ちょっと暗算でごめん、ここはね。ここに4を入れます。入れると、マイナス20です。5子20でね。で、マイナス20を右に持ってくると、プラス20。くっつけると12。2x イコール12なんで、2で割ると、x は6になります。ごめんね、ちょっとね、暗算で口でなっちゃったんですが、だから x が6、そして、y が4と。よいしょ。これで OK ですね。
なので一番最初の時にも話しましたが、基本的に自分がやりやすい形に持ってってください。そしたらできるからね。で、2番です。で、これだけ見るとあれ、あの人問題書き間違ってねみたいな感じがすると思うんですが、これ意図的にこれ書いてます。で、今回連立方程式が2個並んでますね。2つ、全部で4つ式があると思うんですけど、これ XY についての連立方程式が同じ解を持つんですよね。同じ答えを持つってことなの、その両方が。で、この時に A と B の、値を求めたいんですが、これ同じ答えを持つって言ってる時4個あるじゃないですか。これここのペアじゃなくて好きなとこ2個使っていいんです、式。なぜなら同じ答えを持つから関係ないの、そこは。ってことは A と B が入ってない式で先に答え見つけちゃおうぜって作戦です。なので左側の式の上がこれね、 x-5y=8 で、これが右側の式の下かな、そうだね、を持ってきて、これ先に計算しちゃいます。いいかな。で、先ちょっとやっちゃいましょうか。で、やると、どっち、 x 揃えるか。なんで下上3倍すると 3x-15y=24 で、 3x+で、こうなって引き算で足しに変えて符号を変えます。で、消えます。-17y で、=17。だから y=-1 ですね。で、ちょっと幅の関係で少し暗算させてもらおうかな。 y に -1、 ここに上ね、戻すと、ここが+5、持ってくると 8-5 なんで x=3 となります。こうやって先に答えを見つけちゃうんです、ここで。で、この後に何するかっていうと、残った2つの式あったでしょ、あの式の x と y にこの数字を入れちゃうんです。で、どういうことかっていうと、じゃあ残ってる式1個目、左側の式の下です。これね、これさ、見てる方しかわかんないですけど、参考書、 2x+ay=2 か、この式が書いてありますね。これの x に3、y に -1 を入れちゃっていいんです。なぜなら答えだから。いい？で、入れてしまうと、2、3が6。で、-1 なんで、-a=2。もう解いちゃいましょう、これは。こっちに持ってくると、-a=-4。つまり、a は4と。こうやって解くことができます。で、同じように、右側の式の上ですね。ax ちょっと入るかな、 ax+7y=b かな、合ってるね、 OK。 で、ここにまあ普通に戻すと x に3だから 3a で、-1 戻すと -7=b なんですけど、今 a が4って先に分かってるので、それも入れちゃいます。で、入れると 3412-7、 つまりB は5って分かるので、ちょっと答え書いちゃおうか。 B は5って分かったから a=4 b=5 と、これで終了になります。で、このタイプの問題よく出てくるんですけど、その2期、あ、2期じゃない、2個ね、連立方程式があって同じ解を持つっていう。で、今その答えを出した後に戻したら a が出てきたじゃないですか。でも、たまに戻した時に両方 a と b が式に残っちゃう時があるんです。そしたら、その残ってる、作ったね、二つの式をもう一回連立方程式解きます。そうすると、A と B が出てくるので。ちょっと口でごめんね、もう一回言うよ。今は、A が出てきたんです、こっちは。でも、こっちをもう一回、その X と Y の数字を入れた時に、A と B が残りましたと、式に。例えば、5A+2B=3 みたいな。A と B が残ってる。で、こっちも A と B が残ったじゃないですか。そしたら、その2つの式でもう1回連立方程式を解いてください。いいかな。そういうね、2回連立方程式を解く問題もあるか、解くタイプの時もあります。では最後ね、食塩水の、まあ、有名な問題いきましょう。で、これはですね、ちょっと簡単な表を書いてあるんですが、まず問題を読むと、 13% の食塩水と 7% の食塩水を混ぜ合わせて11% の食塩水を 600g 作りたいと。で、その時に食塩水何 g ずつ、まあ、13% と 7% のやつを何 g ずつ入れたらいいですかっていう問題なんですが、これも有名なのでやり方覚えちゃうといいです。で、途中式を書かされる場合は、回答、問題集の答えみたいに、どっちの 13% の食塩水を x g
7% の食塩水を Y グラムとするって書いてください、必ず。今回ちょっと書けないんですけど。だから、この表でいくと、食塩水 13% が X グラムで、7% が Y なんです。で、出来上がった 11% が 600g って言ってるから、表がこう埋まります。で、もう一個大事なのは、食塩水の量が決まったら食塩が出せるんです。これ出し方覚えてください。これは、13% が Xg だったら、13% なんで、100分の13に X をかけます。次、7% が Y なんで、100分の7に Y をかけます。で、最後、11% が600なんで、これ、ちょっと出すよ。100分の11に600をかけるんです。これが出し方。で、これはね、100と600が約分して6にできるから、66になります。計算すると。で、あとはこれを横にして連立方程式解くだけです。つまり、X プラス Y イコール600。上の段だね。で、下の段が100分の13x プラス100分の 7y イコール66っていう、これを解くの。で、あとは終了です。で、ひとまず下分数邪魔なんで100をかけます。そうすると、13x プラス 7y イコール6600。でかいですけどね。で、どっち揃えてもいいんですが、まあ、上に、まあ、13をかけましょうか。そうすると、13x プラス 13y、600に13かけると、7800か。こうなります。で、引き算しましょうと。引き算って決めたら、足すに変えて、変えるってやると、X 消えて、6Y イコール1200と。で、これ下入るか。あ、いけるね。なので、6で割ると、Y が200ってなります。で、代入してもいいんですけど、もともと2つを足したら600って言ってるんで、じゃあ、X は400だよね、と。こうわかる。だから答え。ちょっと書けないで省略しちゃいますけど、13% の方が 400g。で、7% の方が、インクがね、やばいね。200g と。これで終了になります。なので、すごいね、ちょっと応用的な食塩水の時もあるんですけど、基本的にはこの表を書いてしまえば、もう絶対解けます。横で連立つける、作るだけだからね。ぜひこんな感じでやってみてください。で、問題集の方に最後確かめやってるんですけど、連立っていうのは答え出た時に合ってるか確かめられます。で、どうするかっていうと、この400と200を上と下の式に XY に入れてみると。で、上は明らかに成り立つので、下にね、400と200を入れてみましたって。そしたら成り立ってましたよねっていうのがじゃあ確かめて書いてあるんですが、まあ余裕があればやってみてください。ではね、ちょっと長くなっちゃったんですが、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、他のね、動画というか場所も撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。